欲の向こう側。欲の向こう側にしましょうか。欲の向こう側。まあ、欲を自分自身満たし、満たすと、あのー、まあ、満たされない人もいるから、またなんか自分の私利私欲を求める人もいるんだけども、まあ、久保さんも多分ね、思うと思うんですけど、なんかね、僕はあの、質問今、めちゃくちゃ欲しいんですよ。 悩みが欲しいんですね。で、昔までは、サポートってどうですか仕事、めんどくさい、サポート、どうですかめんどくさいみたいなね。あ、あるじゃないですか。まあ、ない人もいるかもしれないですけど。僕ね、今ね、質問来るの、すげえワクワクするんですよね。どんな悩みが来るのかなって。で、昨日もちょっと質問が来て、いい、しかもね、その質問がね、いい質問だと、もうめっちゃワクワクするんですよ。いや、いいね、みたいな。<laughs> でもこうやってないと出てこない質問があるわけですよ。 でそ,のそういう質問をすごく好きで、まあ、テンプレートで返せる質問はちょっとモチベーションが下がるんですけど、ただ、まあ、お客さんがやっているで、その行動の派生からしか生まれない質問っていうのがあって、そういう質問はもう、ね、分かるわけですよ。だから、いいね、みたいな。めっちゃいい質問やね、みたいな。欲、よくだ今はね、そのやってる人の質問が欲しいっていうね。<laughs> 別にいいんですけどね、や、や、その、大丈夫でしょうかとかね。私でもできますかと。 知らねえよっていう、そこはね、知らねえよって言いたいところですけどね。やれよっていうね。やったその先にしかわからないし、や、まあ、やらなければ何も変わらないし、逆にやらずしてどうやって変えようとしてるんですかみたいな。ね、久保さんもよく言いますけど、新しいことやらずしてどうやって変えようとするんですか逆に、みたいな。うーん。自分でも大丈夫かではなく、自分でもできることとりあえずやってみるってことが大事だし。 まあこのね、欲の向こう側に行くと非常にいいですよ。あの、だって、いくらでもできますから。だってそれが楽しいんで。面白いし、わくもはやワクワクするんですよね。悩みを、を人の悩みにワクワクするっていうね、どう回答してやろうかなみたいな。だからもう無限にできますよね、これ。ここに行くと。だって人の悩みを解決することが、まあ、えー、ビジネスの、まあ、基本ベースで、その悩みに対してワクワクするわけですから、 もうそのビジネスの本質がワクワクするっていうね。ここまでいけると非常に今、ずっと続けられると思います。もうワクワクが止まらないですね。世の中の悩みたくさんありますから。<laughs> ね、久保さん。い <laughs> ってらっしゃい。